実況は私西岡明彦です。解説に福西崇史さんもお迎えしています。目が離せない試合になりそうですね。今日はよろしくお願いします。今日はベガルタ仙台対鹿島アントラーズのカードです。このゲーム、好調な攻撃陣を擁するホームチームですが、これまで挙げた得点数はリーグトップを記録しています。スタジアムのサポーターもゴールに期待しているでしょう。面白いゲームになりそうですね。このチームはとにかくピッチ全体で相手にプレスをかけて、敵に落ち着いてパスを出させないプレーが好みですね。今日のラインナップからして、いつも通りの戦法を期待できますか？そうですね。プレッシャーをかけられたチームは攻守のバランスが崩れ、ミスが目立つようになりますからね。今日も強い圧力をかけてくるでしょう。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。キックオフです。楽しみな試合ですね。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。ハーフナーマイク、ハーフナーマイク、曽我畑がセーブ。これはもったいない。ボールを失いました。鈴木優真、さあリードできるか。決まりました。ゴールです。ここで試合の均衡を破ってきました。リードしたとはいえ1点差ですから、守勢に回らないように気をつけたいですね。綺麗に決まりました。はあ、ゲーム開始から13分、ゴールが生まれています。三沢健斗、ボールを取りました。さてどうする。走り込んだ味方にスルーパス。ちょっと長すぎたか。ハーフナーマイク、ハーフナーマイクが決めた。ゴールを決めて喜びも爆発しています。から見てみましょう。鈴木優真、三沢健斗、ボールが中盤でカットされました。ここは味方を使います。菅井直樹、よく止めましたがボールはこぼれています。なんとか一息つきました。スローインです。土井翔真、伊藤幸俊、
うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。ここは庄司がうまく読んだ。阿部拓磨、入るか。曽我畑がセーブ。絶妙なパス。狙ってきたぞ。ディフェンスの選手がシュートブロック。ここはコーナーキックになりました。ボールはエリアへ。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。ここは簡単にボールを渡してしまった。これはスローインになりました。いいタックルでしたね。三沢健人、遠藤康志、ここは縦をつくでしょうか。サポートを使うか。阿部拓磨、ここはシュートチャンス。ゴールゲット。今日の試合は圧倒していました。得点差もさらに広がります。完全に優勢ですし、違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。だいぶ点差が開きました。一方的な展開になりそうです。これはディフェンダーを越えません。レフリーの笛が鳴ってる。後半が始まりました。このままワンサイドゲームとなるのでしょうか。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。パスをサイドに送ります。ヘディングはキーパーがセーブ。簡単にはゴールを破らせてくれませんね。うまくボールを奪い、相手のプレッシャーを弱めました。これはファールでしょう。フリーキックです。素晴らしいボールです。面白いボールが出た。どこに上げてくるのか。ゴール前に入れた。ペナルティーキックです。 PK の判定です。鹿島アントラーズが選手を交代します。当たりましたよ。この PK は失敗です。まあ4回に1回は失敗しますから、これは仕方がないですね。
スルーパスが味方に通る。見事なスルーパス、決まった。ゴール。至近距離から決めてきました。今日はもう完全に乗っています。この角度からも見ましょう。一方的な試合展開です。ミサオケント、アイディアは良かったんですがスルーパスは通りません。笛はないようです。まずいタックルでしたね。イエローカードが出てもおかしくありません。審判の手にはカード、警告イエローです。今のは仕方ないですね。ハーフナーマイク、中野義弘、このシュートはどうだ。弧を描いてゴールへ。さらに得点も追加しました。圧倒的ですね。相手の集中も切れたかもしれません。まだまだゴールが生まれそうですよ。違うアングルから見てみましょう。大量リードに笑みがこぼれています。一方的な試合となってしまいました。ミサオケント、町田浩樹、曽ヶ畑仁志、これはちょっと疲れが見えますか。絶妙なパス、ここはよくスペースが見えていました。決まるか。バーで跳ね返った。ボールは枠に当たってキーパーが抑えました。運が味方しましたね。シュートはゴールの枠に嫌われました。ここで狙いたい。決めに来た。このシュートは外れます。町田浩樹、ここはキープしたい。ルーズボールになっています。ここでシュート。ゴール前では選手たちがポジションを取り合っています。コーナーから中へ、ゴール決まりました。これで3点目、ハットトリック達成です。これでハットトリック達成です。チームを勢いに乗せています。今日は絶好調ですね。違うカメラから先ほどのゴール、試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。このパスは簡単にカットされました。キユーマ、土井翔馬、鹿島の攻撃です。鈴木優馬、ここはクロスのチャンス。マイナスのボール、レフリーはどうだ。
ここで試合終了を告げる笛が鳴りました。ベガルタ仙台の勝利です。